本日の設営場所、今日は娘夫婦からいただいたサーカス TC 設営となります。じゃあ設営入ります。はい、設営とりあえず10分です。10分でできましたね、簡単な設営ができるテントです。はい、じゃあ今日は8月14日、夫婦キャンプよろしくお願いします。今日は、お昼ご飯ブリの刺身と、あとは静岡産、本わさびですね。はい、いただきます。どうですか、お味は。美味しい。まだ口の中入ってなかったよ。いやー、こんだけこうわさびを乗っけて食べるじゃん。香りがいい、わさびの香りが。どう？美味しい。いやー、癒されるねー。続いては。ここはコーラから出してるね、ドクターペッパー。うー、なんちゃうだろう、個人パパ。個人パパ夫婦もいいよな、いいキャンプしてるよな。ああいう年の取り方をしたいよな。全然あれやで、力も何も入れへんねんで、こんな。なあ。お前何やろこれ作ったこれ。なんじゃ、あっという間や。面白くね。あっという間についちゃいました。面白くね。川に飛び込んでもらおう思ったのに。
ヶ原鮎ですね。こんにちは。どうもどうも。今日3つですよ、3つ。あっち、あれ、すごいよ、はい、めっちゃ広く撮ってるな。めっちゃ素晴らしい。ちょっと行けるか。はい、お久しぶりでーす。乾杯。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ステッカー。お前めっちゃ昭和やん。昭和の人間なんで、すいませんね。ありがとうございます。いやいや私をチャンネルさんが今一生懸命でプレッシャーかけてる。やめてけろ。ほらこれ刺さんなくて。もうやめましょう。じゃあ、おチャンネルさんがじゃあ貸し切り頑張れ。いいのがあったよ。新しいタイヤスタート。ちょっと待って、お、ちょっと行ってますね、はい、頑張ってください。さあ、もうテイク何だか分かりません。すごい、いろいろ盛りだくさんです。アルセイさんからバットウッドまで入れてもらいましたよ。旦那さんがこれフェザー作ってくれました。はい、お願いします、はい、オスチャンネルさんの努力だな。優しいな。優しいな。あのパッと打った時のあの黒い煙が出る。たまらないあれ。うん、ね、優しいね、みんなね。いいね。いい感じですね。ご苦労様でした。ありがとうございます。そっちもサザエさんの方で火曜日かなんかにやる方じゃないな。火曜日だけ水曜日やってる。あ、火曜日にやるサザエさんの方はあの、まあ、また開けましょうって。火曜日サザエさん日曜日でしょ。かわいい。すごい。オスチャンネルさんからいただいたエビ。いただきます。はい、どうぞ。いただきます。ごちになります。
早くやって、早く、早く。これね、仕事ご苦労様でした。いやーほんと、いやこれ扇風機ありがたい、ほんとにね。今推しチャンネルさんと一緒に8人すごいな、メルチャンネルさんの動画ライブを見ながらキャンプ楽しんでます。僕ねカツ好きですからね、安田屋さんね覚えておきます。アガゴーさんお近くですから大体一緒ですよね。メルさん登山した後にキャンプってタフですけどね、本当ね、家でゆっくりしたいというか、ちょっとね、家の片付けもしなきゃダメだなと思ってね。終了。いや、おしチャンネルさん、またはい、よろしくお願いいたします。